新年明けましておめでとうございます。参議院議員の西田昌司です。去年から私が追及してきた小沢民主党幹事長の政治資金問題、ようやく捜査も本格的に行われるようになってきました。新聞マスコミなどでも連日この問題が報じられるようになりましたが、実は今日1月今日は6日でありますけれども、先ほどまで実はテレビ東京の取材を受けておりました。まあこの問題を国会で最初からずっと取り上げてきた私に対して、この問題の本質は一体何なのかということを説明してほしいということで取材があったわけです。でこの問題の、この様子はこの土曜日11時昼の11時から放送のテレビ東京、また関西地方ではテレビ大阪でありますけれども、その田瀬康弘さんの報道番組で報道されますので、ぜひ皆さん方にご覧をいただきたいと思っております。まあ、その中でも申し上げてまいりましたけれども、要はこれは今検察の捜査に入っておりますけれども、検察の刑事的な責任を追及するのは当然でありますけれども、まあ、政治家としてこの小沢さんに責任を取ってもらわなければならない、説明してもらわなければならない、このことについては引き続き国会が始まりましたら予算委員会などで要望してまいるわけですけれども、しかしこれは民主党がうんと言わない限り、参議院の衆参の予算委員会での参考に招致すらできないわけです。衆参とも民主党が多数を占めておりますから、民主党がうんと言わない限り、実は小沢さんは国会の招致すらしなくていいわけであります。小沢さんは畑山総理以上に事実上のこの権限を持っておられますけれども、実際にはこの官僚でも何でもないわけで、国会のひな壇に並んでおりません。したがいまして国会の、予算委員会などで、承認喚問の場合は全員一致としましても、せめて参考人として説明するのはこれ当然のことだと思います。で現に自民党が政権を取っていた時代において、いろんな疑惑事件がありましたけれども、その時も自民党が過半の勢力を衆参とも取っておりましたけれども、これは当時の社会党などの野党からの要求に従って当然のことながら参考人招致をして問題の解明を行ってきたわけです。ところが今の民主党は多数を取っていることをいいことに、この問題全く知らぬどんどりで押し切ろうとしているんです。そして刑事事件にならなければ、それでもその後は一切、これはもう国会の中では多数を武器にして参考人にも当然招致をさせないと押し切っていこうと、こういう作戦に出ている。まさにこれは暴挙であると言わざるを得ないと思います。こういうことも含め、国会が始まりましたらしっかりと追及していきますが、そのためにはまず民主党にそういうことを許さないという国民世論の盛り上がりが必要です。ぜひ皆さん方の